コルビリアのケーブル駅コルビリアは、スイス東南部、エンガディン地方、サンモリッツ近郊のビューポイント。標高2489メートル。眼下にサンモリッツの街並みと湖、対岸にベルニナアルプスを望む。サンモリッツドルフからケーブルカーを利用。途中、チャンタレラで乗り換えとなる。サンモリッツの村の中心部にケーブル駅があるため、サンモリッツから 手軽に登れる展望台として人気がある。チャンタレ・ラコルビリア間のケーブルカー路線沿いには、180枚のソーラーパネルが設置され、クリーンエネルギーへ取り組むサンモリッツの象徴になっている。当季は広大なゲレンデとなり、2003年の冬に FIS アルペンスキー世界選手権が開催された。夏季はハイキングコースの出発地点として人気。サンモリッツへ降りるコースや、 マルグーンスを経て、ロープウェイでサン・モリッツの隣村、チェレリーナへ降りるコースなど、多彩なルートが揃っている。サン・モリッツドルフから、ケーブルカーで、中間駅のチャンタレッラまで2分。別のケーブルカーに乗り換えて、コルビリアまで、約6分。毎年秋と春の一定期間、メンテナンスのため運行停止となる。ありがとうございます。